どうも、ノンゾルです。お願いします。あの早もんでね、はいはい、我々ももう芸人始めて18年ですよ。そうなんですよ、うん、だから漫才始めて18年、うん、真っ白になって16年、うん、嫌われ始めて13年、ね、誰がやおい、誰が嫌われ始めて13年や。あ、そうか、嫌われ始めて37年ずっとやないかお前。それやったら生まれた瞬間から嫌われてることになるから。まあお前は生まれた瞬間からオンリーワンやったもんな。なんやこいつ、気色の悪い。いやでもな、俺18年芸人やっててな、うん、ちょっとな思うことがあって、やりたいことがあんのよ。なになに、マリファナやるかお前。頭おかしいんか俺、お前頭おかしいやん。誰がやこらお前。違う、やりたいことがあってやな。あ、ちょっと待って、何やり、いや言わんで、言わんで、言うな言うなお前。いやいや、ええよ。いや、ヒントくれ。いや、別にそのクイズにするほどのもんでもない。いや、ヒントヒントちょうだい。いい、もう言う言う。いや、ヒントちょうだい。いや、言う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 。ヒントちょうだい。あ、ちゃ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 、言う言う。ちゃちゃ、いや、コンビの会話楽しもう。うん。井上は絶対に言わん。じゃあ言う言うてんねん。言わん、お前は言わん。システムがゴリラの時と一緒やねん。システムが言わん。ヒント、ヒントちょうだい。漫才に関することや。漫才に関することでやりたいこと。わかった。あ、俺と同じ衣装で出たい。絶対嫌やわ、おい。なんでそんなパツパツの服着なあかんねん。窮屈な思いを知ってるからこそ自由を愛せんねんぞ。なんやねん、さっきからだから、おい。刺繍見てきたんか、誰かの。なあ、じゃあそんなことじゃない、俺がやりたいことっていうの。まあ言わんといて。じゃあ、言わんといて。じゃあ問題にするほどのことじゃないね。絶対言わんといて。言うんやったらポルトガル語で言う。なんでや、おい。なんでポルトガル語で言わなあかんねん。後で辞書引くから。めんどくさいやろうが、お前。もう二度手間になるしやな。たまには回り道してみろって。いつもと違う景色が見える。なんなん、さっきからだから。鬱陶しいな。違うね、俺がやりたいことっていうのはな、こう出囃子が流れるやろ。で、こう二人登場してくるやんか。その時に〇〇でーす、〇〇でーす、二人合わせて〇〇でーす。これちょっとやりたいね。しゃあないな、聞かんかったことにしたるわ。いや、聞いてくれよ、おい。なんでお前聞いてないことにすんだよ、お前。まあ確かに恥ずいこと言ってる、きついことは言ってるわ。芸歴18年も重ねて。でもこんなん一回もやらずにさ、ここまで来たからさ、一回ぐらいこれちょっとやってみたいなと思って。ああ、やるんかい、うん、あ、ほんならやりましょうね、せっかくやからやりましょう。じゃあ俺が俺の役やるから、うん、お前はお前の役やってくれや。当たり前やろ、おい。何普通の当たり前のこと言うてんねん。その当たり前がいつまでも当たり前でありますように。うっとうしいな、おい。なんやねん、さっきから腹立つの。まあやってくれんねんな。やるまだ登場するとこから行こう。オッケー。どうも。いやいやいや、違う。おい、やったことないやろこんなもん、お前。いつも通りで頼むわ。暗い。いや違うね、そのプライベートのいつも通りの暗さを出せ言うてんちゃうの。あの、みんなが知ってるいつも通りの明るく元気な石だ、これ頼むわ。バーン、やったことない。どうも、先生。それもやったことない。アイドルみたいに下から出てくるみたいなないし。え、そんな俺毎回やっててみ。俺めちゃくちゃ嫌われんで。嫌われたっていいじゃない、井上だもの。相田みつおやな、お前。朝相田みつお見てきたな、お前。だからそんなことなってんの。なんやねん。いや、そんなんどうでもいいから、うん、普通にあのどうもでいいから、うん、どうも井上です。タイミングかぶってるやろがい。いや、順番は決まってなかったよ。だいたいこういうの暗黙の了解で井上石田の順番やん。なんでお前が先やねん。じゃ、なんでお前が、ね、石田井上やったら石田の方が出席番号順やったら。小学生か、お前。何出席番号順って。あ、身長順か。違うわお前。おい、やっとしたらお前。どうも井上でーす。石田でーす。そんなに差はないわお前。じゃあもうここはもう頼む。じゃあ井上石田、この順番でやらして。あ、石田井上。あ、それで頼む。井上石田、これ頼む。オッケーオッケー。あとのふざけ、うん、もういらんから、ふざけなしで。あ、おふざけなしね。任せろお前。俺誰や思うてんねん。え、俺誰やって。まあアホなんかお前。石田や、石田、お前はやって。どうもー、井上です。おそらく石田でーす。もうあんなるなよ、おい。十中八九石田でーす。絶対に石田やねん。100% 石田でーす。何や、その自己紹介。石田 100% でーす。果汁みたいに言ってるやん。石田明 100% でーす。あ、もうおんねん、そういう人が。95% 肌出してる人おんねん。それで言うたらお前、明 5% ぐらいから。お静かに。何や、お前は。腹立つの。じゃあ2人合わせてこれやらしてよ。どうも井上です。石田明37歳既婚双子の父親です。ずるいぞお前。なんかお前だけ情報盛り込んで。お前だけずるいやんけ。お前が先言うと俺も言わしてくるよ。どうも井上裕介37歳未婚絶賛彼女募集中です。石田です。言えや。お前が言わんかったらなんか俺一人出しゃばって滑ったみたいになるやろ。滑ったっていいじゃない、井上だものやないねん。二人合わせてこれをやりたいから。どうも井上です。石田です。マイクです。恥ずかしい恥ずかしい。三人合わせて無敵です。いや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 、
偉大な漫才始めたてのやつがいいやつ。そのマイクさえ あれば俺たち無敵みたいな、はずいのやめて。どうもー、井上です。石田です。二人力を合わせて、恥ずかしい恥ずかしい、一生懸命頑張ります。もう小学生や、小学生18年やってんねん。はずいのやめて。どうもー、井上です。石田です。二人背中を合わせてノンスタイルです。恥ずかしい、いらいらいら、はずいのいらんねん、はずいのやめて。どうもー、井上です。石田です。二人合わせときますか。合わせときましょうか。ノンスタイルです。ダサいな、段取りが多いの。スッと二人合わせてね。どうもー、井上です。石田です。二人合わせて石田を抜いて井上です。俺だけなったやないか、お前。俺だけなるのも恥ずかしいから。どうもー、井上です。石田です。二人合わせてせーので言うよ。せーの、ノンスタイルです。なんやこれ、お前双子のタレントか、お前。いらんねん、こんなん。二人慌てて。どうもー、井上です。石田です。二人慌てて、ノンスタイルです。ノンスタイル、こんなんじゃない、こんなんじゃない、二人合わせてるやつ。どうもー、井上です。石田です。二人暴れてノンスタイル。いい、こんなんもやりたい。二人合わせてこれで頼む。どうもー、井上です。石田です。二人甘えてノンスタイルです。気持ち悪いわ、もうええわ。